今年はどうすっかな。でもやっぱいつも通りカーネーションっすかね。まあな、ただ渡す時が恥じんだよな。そうっすね、母ちゃんに面と向かっていつもありがとうっていうのは無理無理無理っすよね。母ちゃんもこっちがいつもありがとうっていうのを超待ってますし。そうなんだよ、あの空気の中で言えねえよな。難しいっすよね、母の日。おい、ゆうた、ちゃんとカーネーション買うお金持ったか？持った。みんなで3ヶ月前からジュース買うの我慢して貯めたもんね。兄ちゃん、お母さん喜んでくれるかな？喜んでくれるに決まってんだろ。一番綺麗なカーネーション選ぼうぜ。うん。渡すときなんて言うか覚えてるか？覚えてるよ。お母さん、いつもありがとう。これからもずっと元気でいてね。そうそう、行こうぜ。うん。兄ちゃん待って。あんなまっすぐな母の日の姿見たら恥ずかしがってんのが恥ずかしいっすね。私、心を入れ替え、母親に面と向かっていつもありがとうって言います。そうしましょう。母の日、全然難しくなかったっすね。よし。